日本古来から守り継がれている神社。そこには人を幸せに導く目に見えない不思議な力が存在しています。この番組では特にパワーの強い神社や見逃しがちな波動の高い場所など独自の目線で神社をご紹介します。ジャパンビューティー、幸せになるための神社巡り。私が大好きな神社は日本全国にたくさんあるのですが、たくさんありすぎますので、とりあえず東京都と神奈川県にある神社の中からご紹介していきます。こちらは私がよく行く神社の中でも龍に関係する神社です。そして今回はこの中からこの神社に参拝すれば叶わないことはないとまで言われている品川の荏原神社をご紹介します。荏原神社は京浜急行新馬場駅北口から歩いて10分ほどのところにあります。こちら目の前には目黒川が流れていて、朱塗りの橋が日本を感じられて大好きです。この神社、私が知ったのは数年前で、知り合いの方が何でも叶うすごい神社があるよってこの神社を教えてくれたので、欲まみれの私は速攻行っちゃいました。この神社に来るときは私が大好きな品川神社とセットでお参りします。歩いて15分ぐらいのところに品川神社がありますよ。品川神社もまた詳しくご紹介しますね。この荏原神社で感じる波動はピリッとするような硬い感じです。ちょっと恐れ多い感じもします。拝殿の上に龍の彫刻があります。龍大好きです。そしてこの神社で私が一番好きなところは、屋根の上から龍が覗いているんです。左と右と両側の屋根の上から覗いているんです。龍好きにはたまらない神社です。龍に見られているのでいつもお賽銭を多めに入れちゃいます。この神社のすぐそばにもう一つ小さな神社があります。葛飾稲荷社という神社。拝殿は小さいですがとても大きく立派な御神木があります。この御神木には龍が絡みついて休んでいるようなエネルギーを感じました。この神社も必ず参拝しています。お参りに行けない方にもこの映像で幸せが届くことをお祈りいたします。最後に今回の龍グッズ。龍が大好きな私は様々な龍グッズを集めています。こちらは和歌山県の龍神村にある龍神温泉に行った時にゲットした龍石鹸。とても柔らかな表情の龍のイラストがたまらなく可愛いですね。もったいなくてまだ使っていないんですが、肌がすべすべピカピカになるそうですよ。今日もご覧いただきありがとうございました。